前回までのあらすじ、配信のコメントを拾いながらみんなで美少女をデザインしようという社会派企画、その名も美少女企画。配信の前半1時間では巨乳お姉さん系のまさにオタクの妄想の権化とも言える瀬田愛ちゃんを生み出したメンバーだった。しかし犬島は考えた。理性のタガが外れた巨乳好きの声ばかりが拾われて、貧乳好きの声なき声が自分の知らぬ間に消されてしまっているのではないか。そんな社会があっていいのか。熱き正義感に駆り立てられた犬島は、配信中に2人目の美少女のデザインを提案し、声なき声に応えようとするのであった。はい、というわけで、あと1人だけ、あと1人ちょっとパパッと今回作らせていただきたい。釣り女神相手みたいなのあるのですか。絶対スカジェンってたな。スカジェン様だからタバコとかもやらない。そんでブラスバンド部設定してないか。やらされるってここは僕だから三味線だけの審判が使える。名前はシャムさん、メイン君からメイさんだと、ライコ。はい、今回は下ネタ控えめ、まともな議論になったような気がします。まあデザインに関係ない話がほとんどでしたけどね。巨乳の前では理性を失い、貧乳の前にして思慮深くなる、人間の神秘に気づかされる配信になった気がします。そして完成した美少女がこちら、チャトランコ。チャトラ猫の女子高生、親はある程度の権力者らしく、幼少の頃から様々な習い事に通っていた経験があり、ピアノ、バイオリン、三味線など演奏できる楽器は多岐にわたる。しかし親との反りが合わなくなり、高校生になってからチャトラの髪を金髪に染め上げ、自由奔放な生活を送っている。都内有名私立お嬢様学校に在籍しているらしく、クラスでは浮いた存在らしいが、本人はプライベートのことを一切話さないため、ミステリアスな存在になっています。デザインイメージはドラゴンボールの人造人間18号だが、現代風にするため髪に若干のウェーブをかけ、瞳を茶色にすることで世代と並んだ時対照的に見える仕上がりにしました。そしてこちらも MM だムクムクダンスさんによって 3D 化されています。どうですか、配信の企画で生まれたキャラクターがなんと両方とも 3D 化。俺まだ 2D やねんけどな。しかも前回の世代ちゃんもデザインがアップデートされ、より可愛く仕上がりました。この画像はこちら。なんだこれは、一体どうなってしまうんだこの企画は。そしてさらに、なんとムクムクダンスさん、こんなものまで作ってもらいました。一人事だよ、恥ずかしいこと聞かないでよね、君の。はい、モザイクかけてます。なんとオープニングムービー風の MMD 動画を作成していただいてます。すごいねこれ。ちょっと僕の理解があんまり追いついてません。ムービーに関しては今週末にプレミア公開する予定なので、皆さんぜひぜひコメントを残しに見に来てください。犬島チャンネルでは美少女企画に協力してくれる方、どんどんお待ちしております。まあ差し当たっては愛ちゃん、ランコの声、ボカロ、地声、編成、何でもありです。チャンネル登録よろしくなどの短いフレーズ録音してもいいなって方、お待ちしております。そして衣装のデザイン案、そして愛ちゃんランコのツイッターの運営、また 3D ではなく2次元の絵、まあ、などなど協力してくれる方を募集したいと思います。参加条件は遊び心とスケベ心。気になる方、気軽に犬島のツイッター DM までご連絡ください。それでは。